皆さん、こんにちは。タック試合講座でございます。えー、この動画ではですね、応仁内部監査人試合資格につきまして、えー、パンフレットを用いてですね、資格の概要、そしてタックでですね、対策講座を行っておりますので、こちらのご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、パンフレットなんですけれども、2022年10月にですね、最新版が出ましたので、こちらをもとにご紹介をさせていただきます。はい。 えー、まあ、あの、表紙と裏表紙になりますけれども、まあ、早速、えー、ページ、1ページ目に行きたいと思います。はい。えー、組織の崩壊を防ぎ、企業価値向上を目指すのが CIA と、公認内部監査人という資格でございます。えー、概要です。えー、CIA、およその学習時間は300から400時間というふうに言われております。これはですね、この資格、誰もが受けるというよりはですね、まあ、ちょっと特殊、 でして、内部監査部門に従事されている方とかですね。まあそこに異動になった方、えー。もしくはそこに行きたいなという方が、まあ、受験をする傾向にありますので、まあある程度知識がある方が、まあ、非常に多いです。まあそういった方が受験をして300から400時間というような形になってます、えー。内部統制、内部監査に関するスペシャリストになります。国際的な資格になります。 えー、元は米国、アメリカから来ているものになりますけれども、えー、CIA は組織やその構成を守るために内部統制の有効性を評価、改善を促し、組織が目標を達成することを支援しますと。まあ、このところですね。はい。はい。CIA 試験なんですけれども、世界約190の国と地域で実施がされておりますので、まあ、世界的な 資格というような形になります。はい。知恵はホームドクター。どこが悪いんだろう。理論にフォーカスなんていうふうにありますけれども、後ほどご紹介させていただきますけれども、協会さんがですね、まあ、IPPF という本ですね、えー、専門職的実施の国際フレームワークという、まあ、いわゆるこう基準書みたいなものを出してたりするんです。 まあそこから結構問題が出たりしますので、まあ理論にフォーカスなんていうふうに書かせていただいてます。後ほどまたご紹介します。はい。合格者数ざっくり見ていきましょう。日本国内における c i 試験合格者数になりますけれども、累計で1万七7 8名の方が合格をされています。3年ですと20年21年がですね、少し多めですね。672名、えー。昨年度は597名という形になってますので、 まあコロナウイルスの影響もあってですね、自粛期間みたいな形で、この期間で勉強しようという方がまあ非常に増えたのかなというようなところでございます。はい。では、お隣。なぜ組織体に CIA、公人内部監査人が必要なのかというところでございますけれども、ちょっと読んでいきますけれども、近年組織体で、こ、まあ、このとこですね。あらゆる問題。 えが生じているのは内部統制や企業統治が正常に機能していないことが主な要因なのではないでしょうかと、えー、グローバル化インターネットの発達などによって世界は人物お金情報が国境を越えて瞬時に行き交うようになりました、えー、組織に対する価値観にも変化が生じ以前にも増してより高い倫理性透明性が求められる時代に突入していますと 昨今の不祥事から試合で学習する内部統制や企業統治の知識は内部監査人だけでなく組織を構成するあらゆる人が学習すべき内容ですというふうになっております。えー、組織外部、組織内部という、ま、図がありますけれども、組織内部のこの四角で囲った部分を、ま、会社だと思っていただければですね、ま、経営者を筆頭にインターナルコントロール、内部統制というものが、ま、どんな組織にもあると思います。インターナル内部 コントロール内部統制というのは、企業が適正な事業活動を維持するために、独自に構築する社内ルールや管理体制などの仕組みをいいます。はいまあ、会社ごとに独自ルールってありますよねと、はい、管理体制なども、まあ、企業が違えば、同じグループでも、まあ、本社と子会社では違う管理体制などを組んでたりもすると思います。 内部監査っていうのは、そういった内部統制の有効性を評価、改善を図ることによって、組織の目標達成を支援することを言いますと。はいまあ、法律を犯してないかとかですね、まあ、法律は守っていても、社会通念上それはおかしいんじゃないかとか、効、は、率、い、悪いことやってるんじゃないかとか、まあ、そういったところを、えー、内部監査が、内部監査人がですね、えー、国際的に まあ一般的なルールとしている基準を元にですね、それをジャッジしていくと。で、あまりにも逸脱しているのであればですね、経営陣にですね、こういったところが、えー、ずれてますよとかリスクがありますよ、なんていうふうに報告をしてですね、えー、改善を図ってもらうという形になります。はい。えー、組織外部からチェックをするコーポレートガバナンス。<laughs> 失礼しました、えー。企業統治という考え方もありますけれども、この CIA という資格では、 まあ、こちらの方はあまり問われないかなというところですね。インターナルコントロール、内部統制があって、内部監査でそれをチェックするというところですね。はい。で,では次のページに行きまして。3ページ目ですね。いよいよここから試験制度の話になりますけれども。はい。申し込み要件と認定要件というものがあります。ここですね。 はい。試合試験というのは、えー、認定資格受験者管理システム、CCMS というですね、えー、システムを通して受験を管理されることになります。まあ、協会さんのシステムですね。なので、まず受験をするためにアカウントを作る必要があります。はい。そして大きな要件としては、まあ、5つあるわけなんですね。はい。えー、まあ、受験をするために3つ要件があって、えー、合格、まあ、して認定、 する登録するためにまあ2つ要件があるというところですね。はい、で、えーまあ、この表なんですけれども、大学院を行っている方は実務経験が12ヶ月でいいですよ。大学を卒業されている方は2年間ですよと。<laughs> 失礼しましたえー、大学行かれていないという方は、初回受験の時に5年以上の実務経験があることが必要ですというようなところが、協会さんのホームページ等で書かれておりましたので、まあ、このあたりがまあ最初の。 えー、供給権とかのネックになってきますはい、はい、試験プログラムの有効期間3年というところなんですけれどもまず受験を申し込む、えー、手続きをするんですけれども、えー、受験申し込みをしたらですね3年間がスタートします、はい、この3年間の間に、えー、1から5番目の要件を満たしてくださいねというようなルールになってます えもし満たせなかった場合は、途中で科目合格などしても、また1からっていうような形になってしまうので、3年というルールだけ、まあ、頭に置いておいていただければというふうに思います。一つ目、教育要件。学歴証明の証拠書類が必要ですというふうにありますけれども、まあ、非常に簡単です。CCMS という、そのシステムにですね、大学の 学位証明書とか卒業証明書なんかを取ってきていただいてデータ化していただいてアップロードしていただければ OK という形になります。二つ目、身分証明書。まあこれも簡単ですね。現在有効な政府発行の顔写真付き身分証明書が必要ですというふうになりますので、まあ例えば運転免許証なんかをデータ化していただいてアップロードすれば OK です。三つ目、推薦状と。 まあ推薦なんですけれども、まあ、これもあの非常に簡単です。えー、受験者は高いモラル、高度な専門性、および IIA の倫理雇用を満たしていることを示さなければなりません。以下のどなたかから推薦状を入手する必要があります。推薦状と言っているので、なんだかこう紙で提出しなければいけないような、まあ、ニュアンスなんですけれども、そんなことはなくて、あの CCMS というシステム上で、えー、完結しちゃいますので、非常に楽になりました。余談ですけど、昔は、あの、紙でや,やり取りをしてました。え IIA、ー、国、認定国際歯科講示者。まあ、いわゆる CI に合格して登録をされている方とか、あとは、現在の上司、または相当する方。えー、学生の方は教授の方。まあ、一般的には、ま、上司とか、まあ、相当する方だと思うんですけれども、 まあ、これ、上司相当する方になるので、まあ、上司の、まあ、さらに上役なのか、えー、上司、同等レベルなのかっていうのところは、まあ、協会さんに実際に聞いていただいてもいいと思います。はい。これが、あの、協会のホームページに書かれてルールになってますので、受験をされる場合に、まあ、このあたりは、あの、変わらないと思うんですけれども、例えば、受験が半年後、1年後になる方は、えー、その時の、 あのルールをですね、協会のホームページでチェックしていただければなというふうに思います。まあ一般的には上司の方になるかと思います。えー、CCMS 上に推薦者の情報を入力すると、推薦者へメールで推薦状が送信されます。推薦者が了解、了承をクリックすることで推薦手続きが完了しますというふうにありますので、昔は紙に書いてたんですけれども、今はえシステム上に 例えば、上司のお名前とメールアドレスとかを打てばですね、メールが一本ボーンと飛びます。で、えー、まあ承認というふうにしていただければ OK というような、まあ、非常に簡単な流れになりました。えー、4つ目、試験の合格です。試験は3科目です。えー、初回受験申し込み登録から3年以内に、えー、以下3つのパートの合格が必要ですというふうになります。まあ、試験3科目なので、えー、これに3年以内に受かれば OK です。 5つ目、実務経験です、えー。初回受験申し込み登録完了から3年以内の任意のタイミングで実務経験の証明が必要となります。以下の実務経験を証明できる現在の上司、または IIA 国際資格保持者の方にご依頼くださいというふうになります、えー。内容としましては、内部監査、品質のアシュアランス、リスクマネジメント、監査評価懲戒、コンプライアンス、外部監査、内部統制という形になっています。 えー、この内容がですね、まあ、2020年9月、まあ、これ収録している段階ですけれども、の段階ですと、CCMS に入っていただくと、ここのですね、実務経験の内容が、まあ、なんかチェックボックスみたいになってますので、何かにチェックしていただいて、何年から何年まで、えー、業務に当たってました。みたいな形で報告するという形ですね。 そうすると、打つとですね、また CCMS 上で、例えば、まあ一般的には上司の方とかの入力をするとですね、その方にメールが飛びますので、それで承認していただければ、提出という形になります。はい。では次ですね、資格概要というところに行きましょう。試合試験は次の3科目から合格、構成され、科目合格制度というふうになっております。 パート1、内部監査に不可欠な要素。パート2、内部監査の実務。パート3、内部監査のためのビジネス知識というふうにあるんですけれども、最初に申し上げますと、ちょっとだけ大きくしますね。はい。このパート1とパート2の結びつきが非常に強いです。はい。強いです。ですので、ぜひですね、 できれば、1と2は一緒に勉強していただいて、えー、受験に臨んでいただいた方がいいかなと。でパート3は別途こうビジネス知識になるので独立してます。はいえー、パート1は2時間半で125問です。えー、全部4択問題ですね、はいえー。内部監査の基礎、独立性と客観性、とはうんぬんぬな形で、もう本当に基礎的なところが、えー、主に出るというところですね。そしてパート2が実務になるので、 このパート1の基礎的なところを分かってるよっていう前提で、ケーススタディとかですね。まあいろいろ分析とかそういったものが問われるんです。なので、1と2って結びつきが強かったり、関連するものがたくさんあります。なので、あの一緒に近い期間で勉強していただいて、近い期間で2つ受けていただくというのが、まあ おすすめではあります。まあ、一個目一個目バラバラで向けられるんですけれども、まあ、一応そんな形になってます。えー、パート3がビジネス知識ですね。えー、まあ、えー、そうですね。平たく言ってしまうとあんまり内部監査っていう形では関係ないかもしれないです。あの、ビジネス感覚、えー、組織体の目標、行動予業績、組織構造とビジネスプロセス、データ分析なんてことをやってい えー、情報セキュリティ。まあ、昨今大事な IT 系の話。あとはですね、あの、まあ、ビジネスパーソンとして知っておいた方がいいというようなところで、会計系の話も2割ぐらい出るというような出題割合になっております。はい。えー、試験方式はコンピューターベーステストになります。はい。えー、会場がですね、 日本全国にあります、ピアソンビューさんというテストセンターがあるんですけれども、ここは、その、えっ、ー、とですね、パソコンがあってですね、一人一台与えられて、そこでテストを受けるわけなんですけれども、この CIA 試験以外にもいろんなテストをやっているようなテストセンターさんがあるので、ここになります。はい。はい。出題は死死、えー、しし択一ということで、まあ、4択問題です。出題は100から125問。試験時間は えー、パート1が2時間半、パート2パート2は2時間になります。受験言語、日本語で受験ができます。試験結果、採点は科目ごとに行われて、得点は250から750ポイントのスケールドスコアに換算されますと。えー、合格ラインは各科目600ポイント以上ですという形になります。はい、このあたりがですね、あのー、実はまあ、コンピュータ試験になりますので、 出される問題が一人一人違うっていう形になります。そのためですね、えー、どの問題に拝見があるのかとか、何パーセント、えー、解ければ合格なのか、なんてところがですね、ちょっと公表されていないというような試験になってます。はいえー、あくまで、あのー、タックの推測というような形で、えー、この動画だけでですね、あのー、 収めておいていただければというふうに思うんですけれども、合格率のところも公表されていないんですけれども、協、えー、会さんがいろんな資料を出されておりまして、まあ、ここ数年のものをいろいろ鑑みて計算すると、まあ、合格率って大体30%からよくても40%台ぐらいなところがいいところなんではないかなというようなところで、えー、タックでは推測をしております。 実際はそのデータ、あの何十パーセント合格っていうのが出ているわけではないです。えー、試験日のところですね、えー、通年で科目ごとに受験が可能でございます。テストセンターの営業日。まあ、ピアソンビューのまあこういった大きな都市にはいくつかまあテストセンターさんがありますので、ここの営業日であって、他の人が予約してないとかですね、えー、予約が取れればですね、まあ、平日とかでも、えー、土日とかでも受験ができるという試験です。 えー、不合格だった場合なんですけれども、再受験ができまして、えー、前回受験から30日が経てば申し込みが可能という形になっています。はい、えー。そして米印なんですけれども、同一科目は最大8回まで受験可能です。8回の受験で合格できなかった場合は、現行のプログラムを終了させ、また1から新規プログラムの申し込みが可能ですというふうにあります。はい、試験3科目あって、えー まあ不合格だった場合は30日経てば受験が申し込みができるんですけれどもまああまりにも落ちすぎてしまった場合はまた最初からやってくださいというようなルールですね。なのでまあ最大8回まで受験できるのでパート18回パート28回パート38回までは受験ができるという形ですね。 まあ理想としてはね、全部一発合格っていうようなところだと思いますので、まあ8回全部受験するって方は、まあなかなかいないので大丈夫かなというふうに思います。受験費用のところです。はい。IIA 個人会員、IIA 個人会員以外という表がありますけれども、この IIA というのが、この試験を実施している協会さんの名前になります。はい。略称になりますけれども、IIA がですね、 1、えー、試合の試験とは関係なくですね、年間の、まあ、会員というのを募集しております。2万円になりますけれども、要はですね、2万円の会員費を払っている人は、試験を安く受けることができますよという表になっています。登録料が1万3000円,、えー、円、パート13万5000円、パート23万1000円、パート3が3万1000円の試験料という形。会員外の方は、えー、そうですね。 ここだと1万4千円。ここだと1万6千円か。ここだと1万6千円ずつ違いますので、もうかなりね、あのー、高くなってしまうので、まあ正直、試合試験を受けると決めたら、会員になっていただいた方が、まあ、試験料金的には安くなるので、まあいいんじゃないかなというふうに思います。まああくまで自由ですけどもね。 で、まず受験手続きとしてましては、まあ、ステップゼロのところでご希望の方のみになりますけれども、この2万円の会員にですね、まあ、なるというところですね。はい、その次、CCMS アカウント。協、まあ、会のホームページからアカウントを作ります、えー。その後、そのアカウント上で個人情報ですね、必要事項を入力したりとか、運転免許証とか卒業証明書とかをアップします。 で3つ目、受験申し込みを、えー、この CCMS 上からします。4つ目、CCMS 上で受験申し込みの登録完了の確認ができます。確認ができたら、ここね、あの1、2週間だと思います。そしたら、えー、CCMS 上で受験日時とか試験会場の予約ができるようになります。そしてその日に実際に受験をします。これで1科目終わりますので、残り2科目についてはまた受験申し込みをして、えー、合格すると。 いうこと。これを3科目分野る3年以内に行うと。こういったようなルールになっております。はい。では次のページからですね。えー、タックで対策講座を行っておりますので、えー、そのご紹介していきます。まずタックの強みはというところですけれども。えー、タックの強み1、出題傾向に沿った教材というところでございます。 各試合講座では IIA 内部完全に協会が公表している出題シラバスを分析し教材を作成しております。協会が発表している出題割合を加味してメリハリをついた教材を作っておりますので効率的、効果的に学習をしていただくことが可能でございます。余談になりますけれども、現在の試験はですね、2019年10月に変わったものとなっておりまして、 まあ、現在、そこから2020年10月までなってますけれども、なので、約20、2020年、2021年、2022年というような形で、まあ、3年ぐらい経ってますけれども、この間ですね、まだあの変更がありませんので、まあ、現在最新の教材になってますよというところ。もう一つ、豊富な問題数、約1600問というようなところですね。試合試験なんですけれども、本試験問題は公表になっておりません。 まあ、パソコン試験なので、その場で100問解いたら、それで終わりっていうような形で、持ち帰りとかできないんですね。はい。なので、あの、協会さんから、えー、過去問が出てないというような試験になってます。そのため、えー、合格にはですね、規定を細かく覚えて、アウトプットとして予想問題を解くっていうのが一番の近道になります。 タックではテキストとトレーニングを合わせて約1600問の問題を掲載しておりますので、まあこれを繰り返すことによってですね、まあどんな引っ掛け方があるんだとか、まあこういうシラバスでこういう範囲だったらこういう問題が出るんじゃないかみたいなものを用意してますので、えー、それをあのやっていただくのがいいのかなという形です。ですので余談になりますけれども、試合試験の場合は過去問がありませんので、他の試験だと結構ですね、この問題が出るので、 これを覚えておけば、大体まあ 6, 6割は取れるとかですね。あとは、こういった問題が、えー、前回出たので、まあ、今回は出ないだろうとかですね。まあ、そういう当たりをつけたりするんですけれども、まあ、そういったようなことができない資格になりますので、やっぱり地道にですね、まあ、基準とかそういうものを覚えて、まあ、ひねられてもあの解けるように、まあ、実力をつけていく必要があるという試験でございます。 安価な受講料で学習可能という形になりますけれども、各試合講座ですけれども、試合本科生、まあ3科目のコースです。3科目を対策するコースですけれども、16万8千円でご受講いただくことが可能でございます。はい。では引き続きですね、ちょっと体験機のこと,ところは飛ばさせていただいて、えー、講師のご紹介ですね。講師は主にお二方いらっしゃいます。小菅講師と田中講師になります。 まあお二人ともですね、CIA をお持ちの方になりますので、ご自身の経験を含めてですね、まあ、講義に当たっていただいてという形です。小菅講師がパート1,2,3の教室と,と収録2021年にしていただいておりますので、この二つ担当いただいてます。田中講師が2019年当時ですね、今の試験制度になった時に収録していただいているものがございます。 ですので、まあ、タックだと、えー、ライブ講義は小菅講師になりますけれども、収録のものとしては、二人の先生がいらっしゃって、両方見れるという形になります。後ほどまた、あの、<laughs> ちょすみません、重複してご紹介させていただきますけれども、まあ、両方見る必要はなくて、まあ、どっちかの先生だけでも大丈夫ですし、まあ、お時間とかね、えー、より精度を高めたいということであれば、両方見ていただく、なんてことが可能でございます。 では、お隣のページ。教材のご紹介になりますけれども、オリジナルの教材というところですね。はい。えー、教材はテキストが4冊。あとは IPPF ですね。まあ、これが先ほどちょっとご紹介してしましたけれども、教会さんが発行している、まあ、基準書みたいなものですね。こちらも、あの、ついてきます。実際には授業では使ってはいかない、いきませんので、 ここに書いてある超重要事項っていうのはテキストに盛り込んでます。こっちに入ってたりします。なので、こっちで勉強するんですけれども、枝葉の細かいところとかっていうのは、実際こっちでご自身で試験前にできれば2回、3回熟読いただければというふうに思います。はい。で、問題集は4冊ですね。トレーニング。問題集は4冊ついております。はい。テキストトレーニング注意事項というふうにありますけれども、 テキストでは試験に取材可能性の高い論点を中心に知識を取り扱っています。一方、トレーニングなんですけれども、まあ、予想問題とかですね、よりテキストより幅広い知識ですね。まあ、計画いっちゃうと、あの、出ないかもしれませんけれども、あの、一応試験範囲にちょっと載ってたりするので載せておきますね、みたいな問題もあったりするんです。ですので、まあ、必ずしもテキストに細かく、まあ、 あの内容、詳細書いてあるわけではないんですけれども、トレーニングの解説にも、まあえー、回答解説書いてありますので、逆に言うとあのテキストになくても、解説のところもあのテキストみたいな形で、インプットの一端みたいな形でお読みいただいて、えー、そちらもですねあの、暗記が必要なものは暗記だとか、えー、取り組んでいただければなというふうに思います。 問題集ですね、4冊あって、計1600問問題があるんですけれども、これ、紙ベースでお渡しさせていただくんですけれども、10問区切りでですね、あのインターネット上にもアップしてます。はい、なので、まあ、紙とは全く一緒なんですけれども、まあ、ウェブ上でもですね、まあ、スマホとか、えー、タブレットとか、パソコンとかでもあの問題を解くことが可能でございます。 紙でお渡しするトレーニングと同じ内容ですけども、10問ごとに区切ってウェブ上にアップをしております。はい。えー、続いて学習メディアというところですね。まあ、どういったスタイルで勉強しますかというご紹介ですけれども、タックの場合は Web 通信講座プラス教室フリーパス制度というものになります。はい。いわゆる Web 通信講座ですね。まあ、YouTube みたいな形で、 収録済みの動画を2パターンも上げておりますので、ご入学いただいたら授業がもうすぐ見ることができます。もう1パターンが教室フリーパス制度というものなんですけれども、ライブの講義をですね、東京の八重洲校のみになってしまうんですけれども、あの行っていたりします。ですので、日程が合えばですねあの、八重洲校のライブ講義にはフリーで出ても大丈夫ですよというパターンでございます。ですので、 まあ全国にですねあの受講生いらっしゃるんですけれども、もう初期なんですけども、東京の八重洲校に通える方は、フリーパスもあの使っていただけるという形でございます。ただ、コロナウイルスの影響もあって、ですねまあ多くの方はウェブ通信でえ勉強していただいているというのがまあ正直なところでございますは。いはい教室フリーパス制度ですね、もし通える方というのは、八重洲校の教室講座、土曜または日曜日にあのやってたりします。 ま、ここはメインになりますけれども、操作は簡単、便利で快適の充実機能 Web スクールというふうにありますけれども、ま、この Web 通信講座っていうものですね、YouTube みたいな形でネットつないでいただくと、ま、画面があったですね、え倍速機能があったりとか、しおり機能があって、ここまで見たよっていうようなところから止めておいて、次の日見たりとか、そういった形でですね、あの、 倍速とかも使えばですね、1.5倍速とか、短い時間で、えー、例えば会社帰り、夜ちょっと見るとか、そういったことも可能になっております。はい。えー、ウェブスクールですね、充実のフォローというようなところでご紹介させていただきますけれども、今申し上げたのが、このウェブスクールという、 タック独自の受講生サイトだと思ってください。タック入っていただくと、ID とパスワード付与させていただくので、まあ、特殊なウェブサイトに入ることができます。ここで動画見ることができます。えまた、質問メール。まあ、質問を出すことができます。まあ、動画見てわからないところだとか、問題集解いてわからなかった部分があったらですね、まあ、解説とはありますけれども、はい、このとこですね。質問の回数は、 試合本科生は20回、各科目の単価生を各5回まで質問することができます。注意点としましては、試合試験の内容ですね、非開示が義務付けられるため、ご質問によって回答できない場合がありますので、あらかじめご了承くださいというところでございます。まあ、もうちょっと具体的に言うとですね、まあ、今後皆さんがあの試験を受けに行っていただくと、試験会場でパソコンが1台与えられていて、えー、試験を受けるわけなんですけれども、 試験を受ける前にですね、今回受けた問題を外部に公表しないことを誓ってくださいと、えー、漏らした場合はですね、まあ、その試合試験自体が無効になりますよみたいな、えー、守秘義務を守、まあ、らされてしまうというような形がありますので、まあ、例えばですね、えー、受験をしてどんな問題が、 え、出たか教えてくださいとか。そういったようなところには、なかなかちょっとタックとしてもですね、えー、お答えしづらいっていう形になりますので、何とぞご了承いただければなというふうに思います。えー、講座からのお知らせですね。えー、この Web スクール上で講座からのお知らせというのも確認することができます。そんなにバンバン出るわけではないんですけれども、例えばですけれども、えー、CIA 試験がいついつからこういう範囲が出題されるように変わりましたとか、 変わりますとかですね。まあそういう情報が出たりとか、えー、いついつからその受験料が変わりますとかですね。まあそういった情報が役立つ情報ありましたら、こういったところで載せていきますので、ご確認いただければなというふうに思います。はい。実習室ですね。えー、講義等で使用しない教室は実習室としてご利用いただけますので、まあこれはですね、タックって、こう、八重洲校以外にもいくつか校舎があります。全国に校舎がありますので、えー、もしお近くにですね、 お住まいのお近くとか、えー、あとお勤め先のお近くとかですね、宅の校舎がありましたら、講義で使ってないときは、自主室として、あのー、開放していたりしますので、あの、ぜひ使っていただければなというふうに思います。思います。はい。校舎によって営業時間まちまちなんですけれども、たいまあ朝9時台から夜9時台ぐらいまでやっている校舎が多いかなというふうに思います。はい。では、引き続き、えー、次のページ行きますけれども、 コースガイドですね。全体の大体の勉強のボリュームですけれども、ここですね。パート1が全部で7回の授業。パート2が全部で6回の授業。パート3が全部で13回の授業。1回の授業が大体まあ2時間から、まあ2時間半ぐらいですね。はい。ですので、講義自体は全部で26回。講義時間も大体65時間ぐらいというふうになります。 全部で65時間ぐらいです。はい。これに対して合格までが300からまあ400なんて言われてますので、まあ講義を見て、まあそれのまあ4倍、5倍ぐらいは問題集を解いたりだとかですね、えー、IPPF という基準書を読んだりとか、暗記をしたりだとか、そんな感じで え、やっていただければなというふうに思います。なので、決してその講義だけを見て、すぐ受験をして受かるっていうような感じではないので、そこだけあのご了承、ご了承とか、あらかじめご理解いただければなというふうに思います。本科生コース、タッグが最もお勧めするオールインワンのメインコースになります。<laughs> 試合本科生ですね。一般教育訓練給付制度の対象コースとなっております。 これ、後ほどご紹介させていただきますけれども、まあ、国の制度になってまして、雇用保険を納めている方はですね、要件満たせば最大受講料の20%が、えー、ハローワークさんから給付されるという制度になってます。本科生は、パート1、パート2、パート3、えー、そして、協会さんの本ですね、これ。4400円の本になりますけれども、 専門職的実施の国際フレームワーク2017年版という、まあ、いわゆる基準書みたいなものがありますけれども、これもついて16万8000円になります。はい。これ、あの、かなり有名な本になりますので、まあ、持っている方はですね、これを引いた本家線も用意しております。はい。まあ、ここには、あの、 えっと、内部監査人としてのですね、心構えとかですね、理想とする組織図とか考え方なんていうのが書かれていたりします。はい、いろんな国であの、いろんな言語に翻訳されて、えー、発売されている本ですね、はい。受講期間が24ヶ月になります。標準学習期間としては10ヶ月っていうふうになりますけれども、教育訓練給付制度を使われる方は、まあ、10ヶ月で、 え、要件を満たしていただいて、えー、申請していただくという形です。あくまでこれ10ヶ月でテストに受かってくださいということではなくてですね、タックで添削とかがありますので、それを10ヶ月内に終えてくださいという形です。えー、受講期間24ヶ月あるので、VTR、あの、ウェブとかはですね、2年間見ることができます。あくまでこれは添削とかを10ヶ月でやってくださいねという期間になります。 え、単価生コースですね。まあ、これは本当に本科生を科目ごと買うことができますよ。科目ごとで買った場合は受講期間は1年間ですよということになります。オプション。オプションがですね、2つあります。え、ベーシック会計講座というものと、ウェブ模擬試験というものがあります。え、まずベーシック会計講座というのはですね、え、パート3でなんですけれども、まあ、会計についての 出題が2割ぐらい出るよっていうシラバスになっているんですね。ですので、全く会計をやったことないよっていう方がいらっしゃいましたら、えーまあ、これも取っていただけたらなっていうようなところです。全部,6全部で6回の授業になるんですけれども、まあ、6回で財務会計と管理会計の支援、えー、に必要な基礎的な論点についてあの勉強することができます。次、Web 模擬試験になりますけれども、まあ、これは 本課生とかでついてくる問題集とは別にですね、また新たな問題を各科目8800円で買うことができますよというようなオプションになってます。20ページですね。ちょっと確認します <laughs>。ここが20ページですね。はい。ウェブ模擬試験になりますけれども、インターネット環境にてご自宅の PC 等によりご受験いただきたいんですね。 で、全問解答解説がついてます。はい。紙で問題の解答解説も保存用としてお渡しさせていただきます。えー、ですので、あの、問題集とかだと、時間も測らないでどん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 解いていくじゃないですか。この模擬試験っていうのは、ある程度トレーニングが解き終わった後、試験がある程度決まった時にですね、初見の問題を本試験と同じ時間で区切って、 同じ問題数で解いいたらどううううかななななっっててうよようところをトライすするような試験になってます、はいえー、お申し込みいただいたら、1年間有効にはな,なりますので、1年間であれば何回でも受験ができます。各パートは8800円になりますけれども、えー、ぜひですね、ウェブ模擬試験になりますので、買っていただいて、最初は何も見ないで、ちゃんと時間を測って、えー、やっていただきたいんです。 で、その後、回答解説動画もついてますし、まあ、保管用として紙ベースでもお渡しさせていただくので、ちゃんとこれが全部解けるようになってから、本試験に行っていただければなというふうに思います。はい。お申し込みいただくと約1週間程度で、会員書をお届けさせていただきますので、そういった会員書とか案内とかに書いてある ID、パスワードにて、 えー、タックビズスクールという専用のウェブのログインできるものがあるので、そこに問題全部あげてますので、そこへログインいただいて、バン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 、えー、もしといていただければなというふうに思います。はい。では戻りますけれども、オプションまでご紹介させていただいたので、続いて日程表ですね。日程表。教材発送日程というふうにありますけれども、 縦軸がお送りさせていただく教材。横軸が何月入学かというふうにありますけれども、2022年10月入学、11月入学、23年1月入学、3月入学というものがあります。はい。ここだけ、まあ連続の月ですけれども、ここからは書く、えー、飛ばしてですね、2ヶ月ごとの開講という形です。えー、違いはですね、日経だけの話になります。 お送りさせていただく教材、見れる講義、全部一緒でございます。ですので、まあ、この動画を見ていただいて、えー、申し込みしようかなと思ったらですねあの、発送日程が近いところを選んでいただければ OK かなというふうに思います。はいまあ、10月であれば10月3日に教材を一括発送。11月入学であれば10月28日に一括発送。 1>, 1月だったら1月10日、3月入学だったら2月24日に一括発送しますよという形でございます。はい。で、教材が届くじゃないですか。そうすると、ウェブ視聴開始日なんですけれども、10月入学だったら10月5日から授業が一括で全部見ることができます。はい。なんで、このベーシック会計とかウェブ模擬試験というのは、この申し込まれた、申し込まれてなければ見れないですけれども、本科生の場合は、 高校の範囲ですね。はい。3月入学だったら3月行ってから見れますよというなあの表になってます。はい。受講期間ですね。いつまで見れるのかという話ですけれども、縦軸でですね、今日であの入学月を表していて、横軸の列で何を申し込んだかというのを、えー、表現しています。なので、まあ、本科生、 例に挙げさせていただくとここの部分ですね例えば、10月入学であれば、10月5日から2年後の10月4日まで授業が見れますよ。えー、23年3月目標であれば、3月1日から25年の、まあ、2年後の2月28日まで見れますよという形になりますので、まあ、どの月に入っていただいても、お、まあ、およそ2年間見れますよと。 単科生ベーシック会計ウェブ模擬試験っていうのはまあオプションになりますので、それぞれまあ申し込みから1年間ですね。単科生より1年短くなっているかと思います。いう形ですね。はい。えー、教室の日程をご紹介させていただきます。やえすこ繰り返しになりますけれども、東京のやえすこでしか教室講義は行っておりません。 22年11月から、えー、日曜日でスタートする予定でございます。時間は1時半から4時というのと、えー、4時半から19時というものがありまして、まあ、11月27日からパート1がスタート。えー、年明けまして1月22日からパート2がスタート。パート3が3月5日から4月16日までスタートというような形なので、半年弱ぐらいで一通りライブ講義を行います。 ただ、この内容、えー、ライブになりますけれども、収録のものは、こうですね、10月5日から全講義見れると。小菅講師バージョン、田中講師バージョン、二講師バージョン、全部見れるような形になっております。なので、裏を返せば、教室だと半年かかるところを、ウェブだともう自分の努力で見切っちゃうということも可能でございます。 それとは別にですね、また23年1月スタート、23年5月スタートっていうような教室日程も予定しております。1月スタートの場合は、本当に1月28日の土曜日の、の1月スタートと5月スタートは時間がちょっと変わりまして、ここだけちょっとお気をつけいただければというふうに思います。土曜日、日曜日、午前中ですね。なので、 1>, 1月からは土曜日の午前中でパート1からスタートして8月までの日程です。はい、一方、日曜日はですね、5月からですね、ぐっとこう、9月ですねあの、パート3はスタートする予定で、こんな形でですね、予定をしております。はい、このあたりはですね、 えー、23年3月頃にまた新しくパンフレットが出る予定になりますので、そのあたりでまた発表させていただく予定でございます。はい。えー、またですね、えー、まあ日程になるんですけれども、まあいろいろ、まあコロナウイルスとかもありますけれども、社会情勢の変化等によって、まあ変更になる場合がありますので、何卒ご了承いただければなというふうに思います。はい。続きまして受講料ですね。はい。本科生なんですけれども、 IPPF 教材が付いているものは16万8千円。IPPS 教材ないものは16万3 6百円という形になっております。はい。二つだけ特殊な割引がございます。内部監査士割引というものがありまして、えー、実は CIA とは、まあ、資格が違うんですけれども、日本内部監査協会さんがですね、内部監査士という称号とか、金融内部監査士という称号をですね、 プログラムでですね、それを終えた方にですね、発行してたりします。そういった内部監査士金融内部監査士を持っている方いらっしゃいましたら30、30%オフをさせていただきます。もう一つは、またこれも特集ですけれども、CIA を勉強するっていうのはですね、タク以外にも学校さんがあったりしまして、タ他校さんで勉強したことがあるよっていう方はですね、 一定の条件を満たしていただければ最大30%オフが可能ですよということになっております。はい。その他、単価制とかの受講料とかですね、サポートコースの受講料になっております。はい。もしよろしければですね、ホームページとかでパンフレットを見ることができますので、じっくりご確認いただければなというふうに思います。はい。えー、続きまして、もうそろそろ終わりなんですけれども、 えー、CPE とはご紹介させていただきます。まあ、初めての概念だと思うんですけれども CPE Continuing Professional Education と継続的専門能力開発制度というものがございましてこれはですね、受かった後の話でございます。試合試験に受かった後、まあ、登録をしましたら毎年ですね、一定の勉強をしてですね、まあ、その単位というものをの 報告をしてくださいというような制度になってます。CIA 試験の、まあ、協会さんの制度ですね。こういったものがありますよというところだけあの覚えておいてください。必要な CP の単位なんですけれども、内部監査をやっている方は40単位。内部監査をやってない方は20単位毎年報告が必要です。はい、で CP っていうのは、 50分1単位の、まあ、いわゆる何らかの勉強になるわけなんですね。はい。これを、まあ、必要、単位数を集めましょうというところがあります。はい。稼ぎ方、正直いろいろあるんですけれども、え一番簡単なのは、教会さんの個人会員になっていただくと、まあ、毎月ですね、ウェブ上のやり取りとかで、年間、例えば 20CP、まあ、ゲットできたりとかですね。あとは、教会さんが、 結構こう、セミナーとかですね。まあ、無料の勉強会みたいなのをやってくださってたりしますので、そういったものに登録していただいて、例えばズームみたいなもので2時間視聴して 2CP いただくとかですね。そういった形で書き集めて20単位とか40単位取っていただくっていうのが一番楽じゃないかなというふうに思います。 はい。まあ、受かった後、こういった制度がありますよというところだけ、頭の片隅に覚えておいていただければなというふうに思います。では、最後になりますけれども、一般教育訓練給付制度というものをご紹介させていただいて、今日は終了とさせていただきたいと思います。一般教育訓練給付制度というのは、まあ、国の制度になってますけれども、雇用保険を納めている方がですね、まあ、要件ありますけれども、 えー、要件を満たしたらかかった受講料の20%上限10万円をハローワークが支給しますよという制度になっています、はい、例えば試合を本課税だと16万8 0円になりますのでこの2割ですねなんで3万円ちょっとぐらいのところがハローワークさんから支給されますので、まあ、非常に大き,くな大きな額になりますので該当する方はまあ使っていただければなというふうに思います ステップ1。ご自身が支給要件を満たしていくかどうかを確認してください。受講開始日において、雇用保険の非保険者機関が、え下記に該当していればいいわけなんですね。なので、初めて制度を利用する方は、1年以上雇用保険払っていれば OK です。はい。過去にこれを使ったことがある方は、当時の受講開始日から通算して3年以上。 かつ前回の給付金19日から3年以上経過していれば OK ということでございます。ステップ2指定講座を申し込みというふうにありますけれども、試合の場合は本科生が対象です。ステップ3タッグで受講です。えー、途中で高専攻せずに終了要件クリアを目指して計画的に学習を進めてくださいというふうにあります。えー、具体的に試合の場合は、 通信になりますので、定策等案提出要件というふうになりますけれども、終了日までに定策等案提出率が80%以上あるという、定策が4回分ありますので、4回中4回全部提出をお願いいたします。えー、そして、終了試験というものがあります。ご自宅で解いて大丈夫ですので、生徒率6割を目指してください。これで要件 OK です。 そうすると、受講終了ということで、えー、タックからですね、まあ、終了しましたっていうもの、証明書をお送りさせていただくので、ステップ5、ご自身で住所を管轄するハローワークさんへ支給申請を行ってください。はい。そうすると、えー、20%部分が振り込まれるというような流れですね。はい。こういった制度がありますので、えー、該当する方は使っていただければなというふうに思います。 はい。それではですね、えー、長時間になりましたけれども、ご視聴いただきましてありがとうございました。以上で試合講座のご紹介終了となります。ありがとうございました。